今一番波乗るちょんまげ小僧、再生数は多分今日本一、ショートもとんでもなく伸びて、あっという間に126、100万突破でハッピーの中、水さす一人の男。お前ら調子に乗るなよ。お前らは今11だから注目されている。君らは面白くはない。だけどあっという間に登録抜かれる。抜かれた直後に動画出て、私散々なことをちょんまげ小僧さんに言いましたが、この度私の登録者数を抜きました。おめでとうございます。ちょんまげ小僧様、このオワコンおじさんとコラボをしていただけないでしょうか。抜けた口中学生に救い求める。登録ちょんまげ構造レベルマスオさん、レジェンドだけど再生数低迷、久々話題になってると思ったら大変なことになってた。証券会社のやっていたら、視聴者からめちゃ叩かれて、多くの失望の声、投資はリスクもあるからさ、怪しいイメージもあったりで、それを取り上げた PDR さ、私は大、別に悪いことしてないが、これ詐欺ではないんですよ。ただマスオさんの言い方がうさくさい。なぜか本家の5倍の再生数、みんながマスオをいじる。順調に登録者減る。コムドットそのコムドットに粘着する DJ 社長、またもや救いたい動画出す。救いたい動画これで5本目、惜しまれながらもシーズンファイナル、煽るに煽ってるだけの動画禁断ボーイズの田中さんとピンキーさん、大事な報告動画が出て、本日をもちまして禁断ボーイズとしての活動を終了させていただきたいと思います。ございました。名前を整えて新体制、革命聖夜という名前になります。メンバーもね、遠い世界みたいなもんで、ね、会いましょう。新しいチームメンバーも増える。さらに一人電撃加入、その名も元チョコスモジョン・レノさん、昔すごかった YouTuber、 視聴者歓喜で盛り上がる、今では借金持ちのシングルファザー、最近は活動少なめだけど、娘さんとのショートは順調で、視聴者かなり期待してる。